84.6kg、 桜庭和志、ヒーローズ初見山、咲き乱れるか真夏の夜の桜。赤コーナー178cm、 84kg、 テスタケス、スミルノバース。憧れの男との戦いを、リトアニアの総合選手、レフリー、テスタケス、スミルノバス、ジャッジ、タイラー直行。さあ、いよいよベスト4、最後の一つの椅子をかけ、サミープレゼンツヒーローズ2006ライトヘビー級世界最強王者決勝トーナメント、決定トーナメントの準々決勝を迎えました。1ラウンド10分、2ラウンド5分、延長1ラウンド1本か、あるいは KO か TKO か。さあ、桜庭にスミルノバス、ヒーローズのリング、8ヶ月ぶりの戦いとなります。桜庭和志、はい、ベスト4の最後の椅子をかけ、8ヶ月ぶりの桜庭、ヒーローズ初見山、ファーストコンタクトは果たしてどのような形となるか。飛び込んでいった桜庭、飛び込んでいった、まずは小さなパンチを繰り出していきました。シュートボックスでね、ずっと1ヶ月ぐらい特訓していた打撃ですよね、はい、桜庭選手初登場、ワクワクしますね。楽しみですね、はい、阪神ブラジルに渡り打撃を磨いてまいりました、はい、37歳の桜庭和志にとってまた新たなる挑戦ということになります。スミルノバス選手はパワーありますしね、はい、それからあと技は本当に硬いんですよ。ミドルキック、それをかわした桜、さあアッパーが入った、スミルノバスのパンチだ、ビンタ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 だ、スミルノバスが打つ、ロープ際、ロープ際、なおもパウンドに行くか、スミルノバス。ちょっと一発来ましたね、今。さあスミルノバス、動かないと鉄椎を振り下ろしている、拳を振り下ろしている、桜は片足にかかりついているが、さあ耐えられるか。リトアニアの総合選手、さすがにちょっと暴走しますね、ちょっと暴走しますね。桜はなおも後頭部を見上げての強打が続く。さあ耐えられるか、37歳の桜庭和志、2006年初めてのリング、8ヶ月ぶりの桜庭、打ち合いに行って片足にしがみつく、これは冷静に足を取りに行ってるのか、もしくは無意識のうちにやってるのかもしれないですね。なるほど、無意識のうちにやってると思います、ね、さあここから、あ、これまたカウンド来ますんで、マウンドだ、動かないと、マウンドポジション、マウンドポジション、いや効いていますよね、無意識ですねこれ、無意識ですね、完全に効いてますよね。チョーク後ろから、チョーク入りました、首を絞めに行った、チョークスリーパーが、あ、まだ大丈夫ですね、離れました、離れました、チョークスリーパーが離れました。さあ下から、下からの攻め、三角いけるか、もう一度マウントに入るか、依然に、依然として、桜庭苦しい体勢、桜庭苦しい体勢、ミスター総合格闘技桜庭和志、ヒーローズ初見山のこのリング、力の強そうな相手だと、この相手の印象を語った桜庭ですが、序盤からスミルノバススペース、今頭がぼーっとしますね、これだけ殴られれば ね、これだけ殴られれば、1ラウンド目は10分間、なんとかこの猛攻をしのぐことができるかどうか。桜庭ニュートラルコーナー、さあ桜庭の意地とプライド、右目をちょっと張り切りましたね、最後は桜庭の意地とプライドだ、ベスト4を目指すスミルノバスが、あ、ちょっとまだ意識が戻ってしまうんですね、両方張れてます、はい、レイが胴にタックルに行って、再び桜庭の体を倒していきました。さあ後ろからまたチョークだ、後ろからチョークスリーパー、もうほとんど無意識じゃないですかね、まだね、さあ体が離れました、もう見えなくなってるから、あ、力がなくなってる、右ロック、力がなくなってる、右ロック、8ヶ月ぶりの、無意識はないんじゃないですか、朦朧としているのか、左打つ、桜庭よ、桜庭よ、子供の頃に憧れたあのタイガーマスクという存在、いつしか彼のようになりたいと思い、汗を流した、体を作ってきた、魂を鍛えてきた、あ、チャンスですよ、来ましたよ、来ましたよ、来ましたね、来ましたよ、自分は 100% ではない、相手 100% になりたい、強くなりたい、
その一心で練習をしているという37歳の桜庭。アッパーだ、すぐ来ましたね。魂のパンチ、魂の打撃を叩き出してきました桜庭。さあ何を思う桜庭、冷静なその気持ちを取り戻してきたか。このリング上、第1ラウンドは10分間、両者スタンディングの体勢。さあスタンディングの体勢、桜庭一流の寝技は果たしてどこで出てくるか。スビルノバスもちょっと打たれてますね。そうですね、効いてるし、打ち疲れましたね、はい、序盤は完全なスビルノバスペース、なんとかその次の打ち合いでもしかしたらどっちかがダウンするかもしれないですね。そうですか、どっちがしてもおかしくないですね、なるほど、おかしくないですね。まだその桜庭流の、あー、桜庭の吹き合い、桜庭のパンチ、桜庭の吹き合い殴りに行きますね。ブラジルのシュートボクセで学んだその打撃、鍛え上げてきた桜庭は打撃を見せている。その打撃で、ブラジルで学んだ打撃で、おー、すごい、こんな桜庭は見たことない。いいですよ、これチャンスですよ。こんな桜庭を見るのは初めてか。相手顎だいぶ入って効いてますからね。でも桜庭選手も打たれてますよね。打撃にこだわる、それでも打撃にこだわる、打撃だ、打撃だ、お、来ました来ました来ましたよ来ましたよ来ましたよ。ふらついたスリグノバス、桜庭のフックにアッパー、完全に来ましたね。攻める桜庭、右入った、またアッパー、スリグノバス立ってるのが精一杯だ。セリモ、あー、完全に完全に桜庭が打撃で攻める、打撃で攻める。さあ腕を取りに行った、壮絶な試合になってきましたね。腕を取りに行きました桜庭、動いてるんじゃないですかね、もう本能ですね、ほとんど記憶がないんじゃないかと思ってます。さあ桜庭よく取り戻した、さすがね、こういうとこ修羅場をくぐっていただけありますね、腕を取るか、嬉しい、嬉しい、スビルノバスの腕は伸びるか、嬉しい。さあさあこれ最後の力を、最後の力振り絞れるか桜庭。頑張って、かつてあのホイラー・グレイシー、ホイス、ヘンゾ・ハイアンと撃破してまいりました。さあ腕を取って、先端で伸ばせるか、伸ばせるか、決まった、伸びた、伸びた、伸びた、桜庭が腕ひしぎ十字固め、変えますね、ハラハラさせ、進出、ハラハラさせますね。抑え入れがたい桜庭、おめでとう桜庭、やはりあなたは桜庭です。ハラハラさせますね。いやー、スピードも強かったですけど、うつれゆく意識の中で朦朧としながらもスピードのバスの方向を耐えてしのいで刈りかかった。これですよね、桜庭選手の凄さ。桜庭です、これが人気あるという秘密ですよね。これが桜庭です、まさに真夏の夜に咲き乱れている桜吹雪、有明の夜に季節外れの桜吹雪、満開の桜が今一斉に吹雪となって桜庭の頭上に降り注ぎます。これは今の桜庭選手、これはこれ完全に効いてますよ ね、これで効いちゃったですね、落ちてますもんね、これ立ち上がりで食らいました、これはダウンですよね、はい、